三角筋三角筋とは、応急処置などに用いられる包帯の一種。いわゆる、包帯は、正しくは、完熟体と呼ぶ。調理時に、衛生のために頭髪を覆う、三角形の布製品。清掃時にも使われる。多くはバンダナを半分に切ったような直角二等辺三角形で、扱いやすいように角に結び紐をつけた製品なども、ある。 以下では1について記述する。三角筋は、不傷箇所の止血や固定といった様々な用途に用いられる布である。形状としては直角に等辺三角形をしているが、これは正方形の布を対角線で一回折った状態と同じである。このため適度な大きさの正方形の布でも代用可能である。大きさは様々であり、薬局。 ドラッグストア、コンビニエンスストアなどでは、面製内紙面、ポリエステル混合で、短い辺が50センチメートルから1メートル程度のものが一般に販売されている。日本においては、価格的にも総効果なものではなく、救急箱のある家庭では、入れっぱなしで普段は忘れられたままになっている、三角筋というのも見られる。腕を骨折したり脱球、または、 大きな怪我をしたりして動かしたくない場合は、負傷した腕の反対側の肩に三角筋の端をかけ、その上に肘を曲げて負傷した腕を添え、さらに下に余った布を上に持ち上げて負傷した腕の肩を覆うようにして、最初に肩に乗せた端と首の後ろで縛る。足の骨折では、三角筋と腹膜を使って、幹部を固定する。頭部の指血では、かみが圧迫されるよう帯にして、 バンダーナのように頭に巻くなどする。かつては腕や足などの止血において三角筋を使った止血体といった用法も一般向けに主導されていたが止血体法は締め付けの加減が難しく用語が悪化する危険性もあることから直接圧迫止血法にとって変わられるようになっている。ただし30分以上手で抑えて出血量が減った状態などでは 不祥箇所に重ねた手布を押してその上から圧迫するように強く縛るなどの縛り方があり、この場合には三角筋が役に立つ。包帯などを巻いた上から三角筋を巻きつけて縛り、幹部を固定するなど様々な利用方法もあり、手を覆う縛り方からかかとを固定する方法まで知識さえあれば様々に利用できるわけだが、実際には、 タオルや手ぬぐいがたっぷりあれば、これで代用できる用法も少なくないため、比較的どこにでも売られている、応急処置用具ながら、使い方があまり一般に知られていない部分も見られる。ありがとうございます。